関門海峡はですね、歩いてでも渡ることができるんですよ。じゃあ面白くないですか？なんかね、トンネルがあるんだって歩ける。こうね、こうね、15分とかって書いちゃったかな。歩くとね、下関、本州に出るらしいでしょ？すごいよね。ってことで、今人道トンネルに向かっております。てかね、暑い、やっぱり。今日はなんかね、曇りで、そうそう、なんか途中雨が降るみたいな、さすがマーブーチャンネルとかって思ってたけど、やっぱ曇りでも暑いですね。今日の暑さは、サクエルちゃんの部屋でアイロンかけてる時の暑さですね。ほんとそれよ、昨日アイロンかけたもんね。こんな暑かったもん。はい、ということで、インドートンネルに向かいまーす。わお、今日はもう暑くなったら帰りますから、はい、結構大事です。お、気温の流れの早いのってこういうことですかね。こういうこと、こういう、おでん屋さんの目の前でーす。
ってくるぞ。待ってろ、本州。結構戻ってきました。ご飯をこう食べに行きます。お腹すいたね。だいぶ困っちゃいましたね。見るかな。見る。
から小倉。はい、も変わらず暑いですが、小倉駅にやってまいりました。暑いので、甘いものでも食べようかな。もう一軒行きたいと思います。まだまだ体がポチってますからね。かき氷のはしごはきついね。いや、これもう水っぱらだし、なんていうか。猫みたい、ね、猫みたいな形してます。ですね、ここのサラクラ山、夜景が有名なんですよね。いや、本当多分超有名、超有名、日本新三大夜景都市とかになんか北九州市は選ばれてるんですね。だから超有名なんですけど、ちょっともう夜景まで待てなかった私。
もうごめんなさい、本当こういうとこですよね、本当こういうとこがいけないんですよね、いや本当だ。